あれ、俺センチュリーが来ましたよ、すげえな。青木さん爆笑します。確かにそれでいいかもしれないですね、その作戦が。お、似合ってますよ。すげえセンチュリーが来てる、ね、ね、すげえかっこいい、かっこいい、ね、渋い、すごいな、やば、かっこいい、渋いっすね。あ、滋賀の、あの、あれなんですよ、 YouTube でコメントくれてた人なんですよ、いやーかっこいいね、滋賀から来てくれたんですね、すごい。渋いが来ましたね、滋賀から。まだすごい、ここ来たんすか。来てないですよ、勝手に考えてたんです。だから大爆笑してるんですよ。ごまわざわざ来ていただいたんですね。あんだー、すげー。何キロぐらいありました？550キロとか。渋いっすね。5時間半。乗ってる車まだ分かんなかったじゃないですか、あのコメントをいただいた段階では。え、書いてありました、最後に。あ、まさかセンチュリーで。これはどこの方がいいですか。ナミスタット。な、何種ですか。10。フロントは9。マイナスだ。ね。20mm のワイド。ああ。超マイナスオフセットする。いや、センチュリー 見るといいな。これ色ってなんていうカラーなの。まず紺色。紺色。なんか名前ついてなかった。マッシュ。マッシュ。爆笑してますね。それ全部そういう来た手になってるんだよ。そういう手なんですか。そうなんですよ。青木さん大爆笑します。すごいの2枚目これ。そうそう、これ
思い出してダメだよ、夜中の笑い。そうなんですよ、朝方考えついたんですよ。渋いなこれ。どうすか、センチュリーは。最初からね、センチュリーやっちゃう。恐れちゃいました。これ純正エアソン。純正エアソン。下がるな。原価低いっすよ。こんな下がるんだ。高田くん車高くないでしょ。エアソンの方が落とせる。いやあれからでも合ってないですからね。男は上げ下げしちゃダメなんだ。ダメだ。もう決めた車高で乗んないとダメなんだ。まあ、渋いよな。かっこいいっすよね。ね。今日は来ないかもしれないですね。ツーリングはなんか来ると思うんですけど、今連絡を取ってるんですよね。あのセンチュリーも有名になっちゃいますからね。声かけられて困っちゃいますって言われて。少ないですよね。でなんかエンブレムなんかもこう抜けてあったりゴールドになってるんですよ確か。この色がまたね綺麗ですよね。でもこの間のツーリングで寂しがってましたからね。ああそう、同じ車種がやっぱいなかったんで、写真撮影とかが例えばセルシオとか LS でこう並べるじゃないですか。センチュリーいないんで僕いいですっつって。今まで来てないんじゃないか。あ、来たことありますよ。黒いやつ、あ、よろしい。あれが車高調なんですよ。